ちは、1日1分社長の課長、本日は、有言実行といっておりますけども、4月1日はエイプリルフールです。1年に一度嘘をついてもいい日と言われています。私は松田孝さんという方に教えてもらったのが、この日は夢を叶える日ということです。大きな嘘をついても許される、やれば自分がなりたいこと、したいこと、これを具体的に未来と描き、それを伝えていく、そうすることにより、周囲の人が、騙されている、そのことが、これはその夢が実現可能な方法、あなたが、得てもいい世界というふうな話です。私は、出版したいという夢がありまして、それを話したところ、実現しました。あなたも、有言実行、やりたいこと、したいことを、口に出して、人に伝えてみてはいかがでしょうか。あなたが考えているだけでは何も分かりません。今日はスカイツリーがぼんやりです。